それではやっていきたいと思います。まずはこれを開けましょう。もうこんな感じですね。出しましょうか。よし。そしてしっかりとこういう風に台車が首を振るようになっているので、ちっちゃいカーブレールも曲がることができます。はい、こういう風に4つのウエイトが入っているんですが、これはこのモーター車あのボディの中に両面テープで貼って固定してくださいという風に書いてあります。あとは走行状況に合わせて使用してくださいということです。もうとりあえずこれつけずにボディかぶせていきたいと思います。はい、そして今気づいたんですが、ここに磁石のカプラをつけていたこのねチョボがこう左右についてるんですけど、これがあるとここにねはまらないんですよね。多分ここのチョボがないバージョンのパーツが付属していたはずなんですけど、ちょっと今探したらね多分ランナー捨てちゃったと思うんですね。なのでちょっとここニッパーで切り落としたいと思います。で、これで多分乗るはずやねんけどな。いきます。はい、台車の部分がはまりました。これね、はまった感覚があまりなく、すぐカチッてはまる感じです。なので、はまりごたえがないんですけども、これで一応完成です。あとは、このね、台車の側面、このプラスチックのレリーフをそのまま外して、こっちに移行する形になります。こう外して、こっちにはめる。このように、移行してはめていきます。はい、完成です。これで、Nゲージの線路を走らせることができます。まあね、客車なので自走してるのはおかしいんですけど、あのチビロコの機関車は前につけて走らせようかなと思っています。あと残っているもう一両、こっちは台車の交換をしていきたいと思います。